宇多市内線は日本国有鉄道及び北海道旅客鉄道が運営していた鉄道路線。北海道砂川市の砂川駅で函館本線から分岐し、宇多市内市の宇多市内駅までを結んでいた。国鉄再建法の施行により第二次特定地方交通線に指定され、1988年4月25日をもって全線廃止となった。 沿線の炭鉱から産出される石炭の積み出しのため、1891年に北海道大港鉄道の手で開業した。1906年には鉄道国有法により買収、毎週国有化され、間接鉄道となる。依頼運搬輸送を中心に盛況を見せ、1963年には営業係数64と日本で4番目の黒字路線となる実績を上げてきたが、 炭鉱の衰退に伴って、客家とも輸送量が減少した。1980年の国鉄再建法施行により、1984年6月に第2次特定地方交通線に指定された。一時は第3セクター化も検討されたが、鉄道の存続意義であった空地炭鉱の閉山が確定的となり、1987年に日本国有鉄道から、 北海道旅客鉄道に承継された後、1988年4月に廃止、バス路線へ転換された。なお、同じように、砂川駅から分岐していた、運転路線の函館本線上砂川支線は、函館本線の一部とされていたためこの時には廃止対象にならず、1994年に廃止された。なお、 1982年度の営業係数は394だった。また、終点の宇多市内駅から根室本線の文字利駅もしくは平岸駅まで延伸する構想もあった。砂川で北へ向かう函館本線から分かれて東へ向かい、ペンケ宇多市内側に沿って宇多市内市の中心部まで走る。砂川から文樹駅付近までは北海道道627号文樹砂川線。 伊東は、北海道道114号赤平内江線と並行する。焼山宇多市内では、廃線跡がサイクリングロードとして整備されている。廃線後は代替バスとして、常日の北海道道627号、モンジュ砂川線を経由して、砂川と宇多市内を結ぶ北海道中央バス、焼山線が設定された。ただしそれ以前より、砂川と宇多市内を、 北海道道115号足別砂川線、上砂川町経由で結ぶバス路線、宇多市内線も設定されている。焼山線は1997年度に年間で約8万4千人の利用客があったが、2006年の砂川北高等学校の廃校などにより、2016年度には約3万5千人にまで減少。国、北海道、砂川市、 歌内市による2018年度の赤字補填は2589万円に上る見通しとなり、中央バスとの協議の結果、2019年3月31日、限りで廃止された。利用者数が国の基準を割ったことを理由に、2018年10月以降は国の補助金打ち切りが決まったことも廃止の決め手となった。なお、バス、 歌市内線は引き続き運行されている。全駅北海道に所在。所属路線の事業者名は歌市内線廃止時。ありがとうございます。